ローマにはモンテテスタッチョっていう、もう、あの、ローマのちょっと郊外になりますけれども。とにかく、丘みたいなのがありまして、も、ま、う、あ、小さな山みたいですね。そこには要するに、お酒を運んできたアフォーラーがもう全部積み重なって。ちょっとのあの、丘みたいな山が出来上がってるわけですね。まあ、それくらい、彼らがお酒をこう、あの、飲んでいたっていう。 ことが言えるんじゃないかと思うんですが皆様こんにちはこんにちはえ本日は本村良次先生に江戸とローマの講義をいただきますがえまずこのテーマとしましては飲酒の思考ワインと日本酒ということでお話をいただきたいと思います本村先生どうぞよろしくお願いをいたしますはい飲酒まさにお酒の話ということでございますが、はい まずあれですかその江戸とローマでそのお酒で先生がこう注目するポイントってどういうところになりますでしょうかいやそれはやはりあの、まあ、文化の成熟度っていうことが基本にあった上での話なんですけれどもやはり日本酒が現在の形のようなあの日本酒になってくるのはやはり江戸時代ではないかっていういわゆる世襲。 ですね、そういうものがあのできてくるっていうかでもちろんどぶろくみたいなお酒がずっと前からあるわけですけれども、えー、そういう中でやっぱりいわゆるあの醸,醸造の技術があのかなりこう進んできて清酒が出来上がってくるということがあるんですね。はい、それから一方ではあの古代ローマの方ではですね まあ、ワインはもう本当に古い文化ですから、えー、紀元前の,そ,のそれこそまああの有志になる前から実際はあったかもしれませんしあのまあ今一般には中東あたりで始まったのがだんだんギリシャから、まあ、ローマに来てですねでまああのローマの時代っていうのはもちろんギリシャのあるいはエトルリアといったところから受け継いだものをこうより 磨き上げていくわけですけれども、だんだんねあの、ローマ時代になってきて、あの、この、年代物の,の価値がわかるようになってくるっていう。それまでは、ほとんどあの、どの年がいいとか悪いとか、そういうものじゃなくて、とにかく、あの、できたものを、こう、ワインとして作って、まあ、あとは売り出すっていうようなものだったんですけれども、えー、まあ、紀元前の、まあ、あの、 100年ぐらいですかねその辺りの時にですね非常に出来のいいワインができてでワインが出来のいいっていうのは大体、ね、やっぱり日照時間が長いっていことなんですよねだからあのその日照時間が長い時に出来たワインが非常にいいっていうのでだんだんみんなそのある年はすごくいい,い,いのが出来てっていうことにこう気がついてくるっていう。でそういういものを あのまあ保存していくことができるようになってですねでまあ現在のワインっていうところに近づいてきたのはやはりローマの定石じゃないかっていうんですだからあのやっぱり江戸時代にその日本酒がですねやはりこう醸造の技術がこう進んで洗練されてきて そしてそれとともに、あのー、その古代ローマにおいてはワインが、まあ、現在に近いような年代物の,のワインを味わうというようなことができてくるっていう意味で、あのー、こ,れこれも非常に比そのワインですのでまあ確かに楽しみとして何年物語だとか。 ずっとこう取っておくとと取くいう貯蔵しておいてそれをずっと楽しむというようなこともございましたけれどもそれがローマからというのはかなり早い印象です、ね、そうですねまああのー、確かに、あのー、もう2,000年ぐらい前からそういうことをやってるのかっていうことなんですけれども、あのー、まあこれはあのーまあ、その時代その後の時代中世なんかにもですね あの面白いことにですねその何,だ何年もののワインがいいかどうかっていうのは実はあの気候変動を測るのに一つのメルクマールになるんですよ。はい、で修道院にはたくさんそういうものが残っておりましたねその記録ですかで記録が残ってるで、はい、このでこの年のワインはあの出来がいいっていうかそう非常に甘,甘かったとかそれから酸っぱかったとかですね。そそうするとのの年の その、まあ、気温がわかるっていうことで、平均気温みたいなのはですね。で、特にあの、南の方に行くと、まあ、ヨーロッパの南の方に行くと地中海ですから、非常にあの、まあ、暖かいのは当たり前みたいなんですけれども、ちょっと北の方の、あの、北フランスとか、あるいは、あの、あの、なんていうか、ライン川沿いとかね、あちら辺に行くと、だんだんその、 そういった日照時間の影響を受けてね、ワインの出来、出来よく出てくるようになるんですね。だからそういうものの記録が残っても、中世において残ってるっていうのは、それ以前のローマ時代において、あの、まあ中世なんていうのは本当にある意味では、あの、ローマに比べれば随分こう、生活水準なんか落ちた時代ですけれども、それでもそういうことが行われて、それはそれ以前に、 ローマに,においてそういうことがあの行われるようになったっていう一つのまあ,あの後の時代からの,、まあ、あの一つの証拠ではないかと思うんですけどもね。日本酒っていうのは、まあ、江戸時代に限っていきますとですね江戸ではでではきないわけですよ大体髪型っていうか、まあ、あの大阪神戸あたりの、まあ、今でも灘が有名ですけれどもね。 そういうところでできたものを、まあ、あの、持ってくることになるんですね。江戸,江戸ができたときに。それで持ってくると、これはあの、最初はですね、やっぱりどうしたって、陸上輸送ということになって、まあ、あの、人樽っていうか、その、まあ、四湯の樽に一つ単位としてこう詰めて、それをまあ、最初の頃は馬で運ばせる。そうするとどうしたって、 あの、コストもかかるし、時間もかかるっていうことになってですね。それで、あの、だんだんそれを、こう、船で運ぶようになるんですね。で、その船は、もちろん、あの、酒だけじゃなくて、あの、いわゆるそういう、あの、運搬のための船っていうのが、こう、頻繁に出るようになる。それで、その時にですね、この、被害回線という形で、 最初は出来上がるんですねそれからあのお酒がその、うん、まあ生酒の醸造技術がきちんとできた段階ならばいいんでしょうけどもほとんどどぶろとも変わらないようなそういう形でもう持ってこられると日持ちがしない。だから早く運ばなきゃいけないということもあってしかもそのそういうリスクもあってですね最初はその日垣回線で送ってたけども あの、だんだん、あの、そうじゃなくて、酒専用の樽海鮮というのができてくるんですね。で、だから、あの、それが、まあ、江戸の半ばぐらいからは、その樽海鮮が中心になって、えー、それでお酒をこう運ぶようになった。それで、まあ、あ皆さんがそれを、まあ、とにかく、いろんなところで毎日に飲むようになるっていう。 その過程っていうのはやっぱりローマにおいて非常にあの色々な形で、えー、お酒が集められてローマにはモンテテスタッチョっていうもうあのローマのちょっと郊外になりますけれどもとにかく丘みたいなのがありまして、まあ、小さな山みたいですよね、はい、でそこには要するにお酒を運んできたアンフォーラーがもう全部積み重なってちょっと あの、丘みたいな山が出来上がってるわけですね。まあ、それくらい彼らがお酒をこう、あの、飲んでいたっていうことが言えるんじゃないかと思うんですが、まあ、そういうことで、とにかく、ローマ、まあ、平和な時代になったローマ、それから、その、徳川の下で、まあ、平和になった江戸時代、特にまあ、大江戸、 その酒の需要あるいはワインの需要においてそれを楽しむっていうあのところも非常に江戸とローマはこうそれからそのお酒が非常にこうあ,るある種少しこう洗練されてきてるっていうそういう意味でもこう、まあ、お酒のたしなみ方が非常に似てるんじゃないかと思うんですね。